はい、これもね、マジョレットのミニカーで、これはノーマルが確かあったと思うんだけど、18っていうのがありましてね、昔ルノー18っていうのが昔あったんですよ。で、それの、車になりますね。で、ほら、これもやっぱ人が乗ってんの、ほら。わかります？これをこう、開けますね。あ、開かないのか。開かないんですね。これ開かないの。開かないんですね。で、ここに乗ると、ほら、人が乗るでしょ、ほら。人がこう、タクシーの運転手がこう乗ってるんですね。これちょっと見逃しがちなんだけど、これ乗ってるのがあるんです。これマジョレットなんですね。これはトミカじゃないですよ。これマジョレットでして、もうルノー18って車もないです。18って車もないですから、もうかなり貴重ですよ。人が乗ってるやつは。でね、ある意味たまにミニカーであるんですよ。大きいサイズのやつでも、スカイラインの長谷川選手が乗ってるミニカーがあって、で、乗ってるのと乗ってないのがあるんですよ。で、乗ってないやつは3、4000、そんでも4、5000円くらいするのかな。18分の1ぐらいだって言ってましたね。でも、長谷川選手が乗ってるあのスカイラインのやつは、長谷川選手が乗ってないやつに関しては、それでも4、5000円。長谷川選手が乗っているタイプのやつは1万円近くするって言ってましたよ。だから、やっぱり、だから、ミニカーなんか人形が乗ってると乗ってないってじゃえらい違うんだよね。人形が乗ってるよって言うと、後々すんごい価値が高い。あるいは動物がいるとかね。そういったものがあると、ものすごい価値に化かれるんですよ。だから、なんていうんですかね、やっぱりそういうものってこう見落としがちだったりね、遊んでる途中にどっか行って帰ってきてね、それ行方不明になっちゃって帰ってきませんでしたみたいな、そういう悲しいことにならないか、悲しいことによくやってしまいがちですけども、まあ、あれはちゃんと取っといた方がいいよっていうことですね。で、これは人形がこうちゃんとこう、基本通りって、これはもうくっついてる感じですね。で、こういうふうになっています。で、まあ、なかなかいい車で、もうこれかなり貴重ですよね。もう昭和という時代で、なおかつこの人が乗っているやつっていうのはもうものすごい貴重なやつですね。で、ここタクシーって書いてあって、で、こう、ね、電波みたいなのがこうバーッと、クモの巣みたいに見えますけどね、電波みたいなのがパーってなってるところが、また面白いところで、この車のね、いいところだなっていうふうに思います。後ろなんかもね、ちょっと周りが薄いですけど、こういうふうになってて。まあ、これで見ると昔のなんか、昔のフォルクスワーゲンパサードみたいなね、そんな感じに似てますけど、あとはアウディの、昔のアウディクワトロみたいな、ブレーキダンプみたいになってますけど、まあ、なかなかこういうのも、今となったら珍しい個性の車です。これ現役で走ってるの最近見ましたね。ベシアのスーパーに現役でこれ走ってましたね。ほんと色と同じ茶色の色でさ、現役らしいってんで見てすげえなと思って俺さんなんて言っててね、よう30年も昔のやつ残ってるんだってこと時代すごいけど、しかもそんでよくあんた見かけ、それだってその当時だってフランスではね、よく見かけ、フランスでは見かけたんだけど、日本じゃあまり見かけないようなもう車でしたから、そんでよくしかもそれ、そんでよくしかもそういう車見つけたなと思ってびっくりしたんだけど、まあ現役で走ってましたね。だからまあそういうのもあるよってことで、非常にまあこれは珍しい。今では探すと多分難しいんじゃないですかね。そんなにない台数がないと思うから、かなり、あるいは値段が高くなっちゃってちょっと買いにくいかもしれないですね。でもまあ見つけたらこれは買っといた方がいいんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。